さあ、始まりました。本日も IOST のチャート分析させていただこうかなと思います。現在の時刻ですけども、9月14日16時20分 YouTube 録画しております。いつも YouTube 見ていただきまして本当にありがとうございます。今日もですね、 IOST2 回ぐらいマーケットレポート、それから YouTube の録画などもしてるんですけども、だいぶね、価格の方が穏やかな形になってきたなというところで、ちょっと上昇に向かえるのかもしれないなっていうふうに持ってきたりしています。で、具体的な数字もなんとなくちょっとイメージができてるんですけども、このままですね、上がるシナリオをもし選ぶとすると、場合によっては12円くらいですかね、この辺までいけるかなっていうふうにちょっと考えていたりしています。ちょっと楽観論かもしれませんので、下のシナリオもしっかり頭の中に入れてということなんですけども、12円上がっていく、どういうシナリオなんだろうということなので、エアドロップが近いということで、売り物が少し出にくいなという状況が考えられると、皆さんも多分その辺をね、思って買っている方もいらっしゃると思うんですけども、このチャートの形ですね、ちょっと、見ていただ一緒に見ていただければと思うんですけども、この今陽線が出た前ですね、前の、ちょうど一番、この画面でいうと真ん中へ民株って書いてあるところの、K の下あたりぐらいですね。この下あたりのこのコマですね、このコマ、赤いコマ、これがですね、今出てるコマみたいな形であるとするとですね、ここに次陽線が2個ちょんちょんと出てですね、その後デカめの陽線が1、2と出て、その後ちょっと上髭も長くなりながらということなんですけども、こういう状況で、ほぼ同じようなものができるとしたら、大体12円ぐらいまでいけるんじゃないかなっていうところと、あと10円にね、トライして何回かこう戻されているんで、10円になってもちょっとこうスッと上がっていくよりは、ちょっとここが天井なのかなみたいな、ちょっと様子見ながらだと思うんですね。だとすると今みたいな形になりやすいのかなと思うので、ピークで、この形が当てはまるとすると12円ぐらいがちょっと見えてくるのかなと思いますね。で、ビットコインなどもね、結構底堅いんですよね。480万円ぐらいになると、少し買い戻しが入ってきて買われて、なんか下げ渋ってるように見えるんですね。それから、なんだかんだ言ってニューヨークダウンも崩れていませんし、日経平均もね、ちょっと今日上げ幅縮小してフィニッシュしたような感じなんですけども、なんだかんだ言って200円上げてるというところを見ると、金融商品全般がですね、価格の上昇ですね、下落というよりは少し高くなっているものが多いなという印象は受けてます。ですので IOST もエアドロップ前にそれぐらいまで上がるかもしれないということですね。逆に言うと、そこまでね、上がれなくて、この10円未満でね、終わったとしても、IOST はこれからの仮想通貨ということもあるというところを考えると、いずれは12円ぐらいとか、さらにもう少し高くなっても全然不思議じゃない。とにかく人気が高いですね。ですので、それぐらいいける可能性は十分ありますし、ちょっとエアドロップのね、前後挟みながらは少し不安定な動きも想定できるので、一旦ちょっと下に向かったりもするかもしれませんけども、材料が豊富な仮想通貨でありますので、12円とかっていうのは行くんじゃないかな。10円まず行かないとちょっと12円って見えてきませんので、まず10円にですね、行けるという話の前提で12円っていうのもあるかなというふうに考えています。このままちょっとですね、水曜日、木曜日、金曜日と、週の半ばですね、半ばで、ちょっと価格がね、ビットコインも550万円ぐらいとかに行ければですね、次530万ぐらいですね、この辺にちょっと迎え、得ればですね、ちょっと価格が他のものも高まっていくんじゃないかなと思うので、ビットコインはやっぱり注目しておくべきかなと思いますね。ビットコインが480万切るとですね、ちょっと IOST もなかなか下に来てしまう確率が高まってしまう、6円ぐらいの前後ですね、この辺に来る可能性十分ありますので、ビットコインがですね、530万超えて、580万円ぐらいになるようであれば、12円っていうのは、10円、12円っていうのはあるのかなというふうに考えています。ただ同時にちょっと急落にも備えてですね、少しの利確はしててもいい水準であるのはちょっとイメージしておいた方がいいかもしれないですね。ちょっとエアドロップ前でなかなかね、もったいない気はするんですけども、万が一下がってきた時にちょっとね、こう、あの時売っておけよかったっていう後悔はしないようにした方がいいかなと思うので、そういうのがちょっとなんか思い当たるところがあるなとかであれば、少しだけ利確とかね、ちょっと利確の割合は分かりませんけども、そういう形でやっていただくというのもありかなと思ったりしています。で、移動平均の方もですね、なんだかんだ言って今6円にも目前に迫ってきました。ちょっとね、かなり乖離してたんですけども、25日移動平均線の方は随分近づいてきたなというところなんで、
ちょっとここを割り込むとまた戦略練り直した方がいいかなっていう下落トレンドになり、なってしまう、そういう可能性が高まってきてしまうので、まあ、その辺はちょっと意識されて、トレードするようにしてみてください。はい、ということで仮想通貨も全般もですね、まあ、ライトコインのちょっと、なんかこう、ニュースが嘘だったり、なんか違かったみたいなちょっとニュースもあって不安定なちょっと相場になるかなっていうふうにも思ったんですけども、こちらもね、なんか安定してきて、まあ、ちょっと値段かなり戻してきてしまいましたけども、ニュースが出た時はね、2万5千円ぐらいまで上がったライトコインも今2万円切ってるわけですから、ちょっとですね、高値掴みしてしまった人はちょっと残念だったんですけども、まあ、逆に言うとその辺までまた回復するぐらいのね、ライトコインが上昇していくっていうのを待ってですね、しっかりトレードしていくしかないのかなと思いますね。まあ、ちょっとこういう誤報みたいなことはよくね、仮想通貨っていうのはありますので、ちょっとその辺はね、警戒感を持って臨みたいなと思います。はい、ということで今回の IOST のチャート分析は以上となります。またですね、明日、チャート分析しっかりしていきたいと思いますので、よかったらご覧になっていただければと思います。また価格のね、変動などある可能性あります。まあ、上昇している方の変動だったら嬉しいんですけどもね、ちょっとまあ、その辺も期待して、明日もしっかりチェックしていこうかなと思っております。今回は最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。